はい、じゃあ次は三角ごてです。それはあの切っていきます。俺はこうやって、あ、大丈夫、くるってないです。やめろやめろ、ブロック割れる。おはようございます。太鼓歴6年目の慶之進です。今日は外交屋が使う道具を5つぐらい紹介したいと思います。行ってみよう。難しくそれでは紹介していきます。ではまず1つ目、アメゴテです。あのひょっとこの相方のオカメさんのこの顔の形がね一緒だから多分カメゴテって言うんですけど、でも違う呼び名もあるよね、多分レンガゴテ、レンガゴテね、うんうん、これはね、あのレンガゴテなんですよ、うん、これはレンガゴテで、ね、もう一個こっちも、これもこれはカメゴテですね。これがもうまさしくカメゴテです、ね、うんうん、あ、そうそう、やっぱこっちのがちょっとオカメさんっぽいもん、うんうんうん、このなんか、ま、丸みというか、はい、これはカメゴテです。まあブロックで、まあモルタルこうやって公式トロとかにも使うんですけど、基本は充填かな。こっちの三角ゴテがあるから、うちは充填にこうこのジョイントのねにモルタル入れるのに使ったりとかですね。一般の人たちはこっちの方が多いよね、多分ね。レンガゴテの方が安いし、ホームセンター売ってるもんね。これは普通のホームセンターには売ってないですよね、これはね、うん、売ってない、高いやつ、お高いやつ、いいやつ。はい、じゃあ次は三角ゴテです。名前の通り三角形の三角ゴテです。モルタルをこう取って、ここに敷き取るをねするんですよ、この2ミリブロックの。それ用にこう乗せて乗せて乗せてっていくやつで、ちょっとやってみる。うちのやり方はモルタル乗せるで、ブロック積むときにこうやってこう当てて、こうね、こうブロックに当てて通りを合わせる、この縦の通りを合わせるためにこう当てながら置いたりとか、そういう使い方もしてます。うちは基本はまあこう敷き取るのかな、三角ゴテ。次はこれかな、目地ゴテ。目地ゴテです。これがモルタル、モルタルだとします。モルタルをこうね乗せてって、その上にこうブロック乗せて、ブロック乗せて積みます。こうやって通り合わせます、うん、積んでいったらここにモルタルの目地ができるんですね。これで切っていきます、きれいに。その時によってその目地の太さも違うんで、いろんな太さがあって、こうやって使うための目地ごてです。ブロックハンマーです。これはなんでブロックハンマーって言うんだろう。ブロック、やっぱブロック積み用なんですか。そうだね、そうだね。昔の人たちは多分ここでこう叩いて、ね、うん、今は3段あるからこう、ま、切ればいいけど、そう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 、縦に、そうそうそう、割っていくっていうね、多分そのためにこうなってる。まあ剣心じゃできねえだろ、できねえ。俺はできないっす。俺はもうできないっす。ちょっと今度その勝負しようよ、どっちが綺麗に割れたか。しかと、俺こっちはできないっすよ。俺こっちはできないっす。こっちなら、いやこっちも俺できないんすよね。ちょっとやりてえな。こっちもできないんすよ。半分にブロック割るときね、はい、こう積んでこう叩いてこう合わせたりとかもします。水平器です。もう水平器です。はい、ここで水平見ます。はい、こっちはここ見ます。こっちはここ見ます。以上。はい、水平器、これはよく使いますね。こっちのやつ一番使うからね、一番使うかな、まあ、定期的にね。狂ってるかな、これは。狂ってないかな。俺はこうやって、あ、大丈夫、狂ってないです。はい、この中でこだわってるのは、これは俺のブロックハンマーなんだけど、これはここに番線を巻いてビニテで留めてます。
これはですね、ブロックの上を積み上げていくときはこのコテで三角コテでこうポンポンってやって合わせるんだけど、一番下のここのね根付けコンクリートにつけるときは大体ハンマーでやるんですよ。水平に乗せてこうやって水平合わせるんだけど、でその時にこう糸張ってます。でここがちょっと高すぎたと、ブロックを置いた時にコンクリがねちょっと高くて、その時にこっちの柄で叩くんですよね。それはあのこっちで叩いていっぱい強く叩いた時にあのブロックが割れないようにこっちでガンガンとちょっといっぱい下げたい時にこうやって下げるんですけど、それをこの 木の絵だからそれでやっちゃうとあの木が割れてくるんですよね。それを防ぐためにこう番線を巻いてて、なんでこれはもう大きいガンガン叩いても木は大丈夫。これならもうあの木だからブロックも大丈夫だし、この木がもうこれも巻いてあって割れたり木が割れたりとかもないからもう完璧。やめろやめろ、ブロック割れる。これでもほらブロック大丈夫なんですよ。これだから、木だからね、これだから、うん、叩くときもこのなんか俺はねこのグリップこのなんか引っかかりが結構ねいいですよね。これは結構俺は気に入ってますね。最初の頃とかみんなさこうパン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 ブロック折れまくってたもんね。俺も結構割ってました。爪ね、結構割ってました。やっぱ一番使うのはでもなんだろうな、一番使うの水平器、いやハンマーじゃないですか。ハンマー、ハンマーか、これは多分ハンマーが一番使ってるな。ハンマーか、水糸張るために釘刺す時もこれだし、コンクリが邪魔なのがあったらこれで叩いて取れるし、まあハンマーだな確かに。うん、一番使うのもこれかな。愛着があるんだ。これ絵だけでこれ多分4本目ぐらいなんですよ。なんかどれもダメで、もうこの、まあ、合う合わないあるよ、ね、もなそうあの、うん、もう正規のやつではないんですよ、うん、正規の絵もちゃんと売ってるんですけど、それなかなか見つけられなくていつもこうバラで置いてあるんですよ、うん、その中から合いそうなのを選んでるんですけど、うん、この木はなんか何なんだろう、ちょっとなんかね硬いしいいっすね。なんかでもちょっと歪んでる。そのハンマー買ったんですね。これはそうっす、買って新品で、新品で買って、絵がもうそうっすね、かなり子供、子供みたいなもんですよ。うーん、かわいいでしょ、かわいいでしょ、かわいいでしょ、え、かわいいでしょ。そうっすね、目に目に入れても痛くないでしょ。痛くないっすね、これはもう全然痛くないっす。手入れてみてほしいな。はい、ということで外交屋が使う道具5000紹介してきました。他にもいろいろあるんですけど、使うものはなんか他にこの道具使えるぞみたいなのがあったらコメントよろしくお願いします。で他にもいろいろ動画上げていきますんで、よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではじゃあねー。